爪レンゲ、爪レンゲ、爪レンゲ、革命、は、連形相関ワレンゲ属に分類される多年生の多肉植物である。和名は、ロゼットの様子が、仏像の台座、レンゲ座に似ており、かつロゼットを構成する多肉質の葉の先端が、尖っていて、その形状が、獣類の爪に似ることから、ところによっては、鷹の爪と呼ばれる場合がある。葉は、常緑性、 多肉質で、奇心型をしており、先端は、針状になる。野生種は緑色だが園芸品種には、不入りや白っぽくなったり、紅色を帯びるものがある。株は、根質用が密生して、ロゼット状にまとまり、その径は、最大12センチメートルほど。季節により変化し、冬には、若干小さくなる。根元からは盛んに液がを出し、群落を形成する。 10から11月に新調したロゼットの中央軸が伸び上がって高さ10から30センチメートルの下水を登場に立て多数の花を塩水状に群生させる。花弁5枚では非新型で白色、薬は赤く花弁に生える。単実性で花序の花宝から順に咲き上がる。種子は微小で軽く風によって散布される。ただし岩場に生えるものはロゼット。 下水ともかなり小さくなる場合が多い。開花しない年には、氷点以下に気温が低下する地域だと、中心に臨変状の葉が、球状に固まった塔芽を形成する。玄関期にはそれまであった葉は、枯れるが、春が来ると中心で守られていた、成長点から再び新しい葉を出し始める。塔芽を形成しても、氷点以下まで冷え込まないような場所では、成長を継続することもある。 弁慶草化の園芸植物は海外から達したようなものが移入されており、一般に季節ごとに成長と休眠のサイクルがあるが、爪めンゲほど季節ごとに形まで明確に変わる種は珍しく、四季の変化がはっきりしている日本の環境への適応と考えられる。多年生で発芽から開花までおよそ3年ほどの月日がかかり、開花した株は結実後には故死する。 ただし株の成長途上にその周囲にいくつもの小株を形成するので、次々開花していっても、生息地その他の株がすぐに消えてなくなることはない。乾燥した岩だらけの場所が生息地であり、その岩の隙間に根を下ろして群生する。自然の崖に自生する場合、多くは西向きの崖であり、埼玉県秩父地方、長野県南作郡、ある程度乾燥した環境に自生する。 一方、長野県の安佐川、高瀬川、山梨県の笛吹川、釜梨川、岡山県和家町などでは、河川敷に自生しているところがあり、堤防の石組みやコンクリートの隙間に群生する場合がある。人工物に好んで根を下ろす性質があり、古くは人家の石垣米や瓦屋根の隙間などから自然に生えていた。また人工的に切り通した崖などにも見られることがあり、 その場合、コンクリートの吹き付けの上から生えている場合もある、群馬県南木村。昨今個体数の減少が取り沙汰されているが、元来競争相手のあまりいない過酷な環境を好み、また環境変化に対する適応性も強い植物である。自然環境では、山中の日当たりの良いロックガーデンであるとか、崩落地、岩の露出した断崖絶壁に生えるが、 自生する本種を見つけたいのであれば、そういった場所に赴くより、むしろ瓦屋根の古民家が多数残る地方の古い町を散策したり、山中や海岸の崩落した廃道や廃棄された古いトンネルなどを探した方が良い。ただし、河口岩や玄武岩が露出しているような硬い岩場には自生せず、ある程度柔らかい岩場に見られる。硬い岩場の場合には、 マルバ万年草やタイトゴメなどの万年草類が生える、バイヨーイ、対馬など。日本国内は、関東異性の本州、四国、九州に、日本国外では、朝鮮半島、中国に分布する。年々個体数を減少させており、分布域内でも、生息地は、局所的である。ただし、生息に適した場所では、しばしば盛大な群落を目にすることができる。対馬北部では、 津島層が露出したところに群生する。園芸用にも栽培される、しじみ町の一種で、絶滅を危惧されている黒ツバメしじみの主要な植草で、同町も本種の分布に従い分布している。しかし、黒ツバメしじみの分布とツメレンゲの分布は、完全には一致し、戦術のように人家に出ることも多く、こうした生態が人の目に留まり、園芸化されたものと考えられる。 江戸時代の中頃に園芸種として盛んに栽培され、多くの園芸品種が生み出された。それらには今日まで残っているものがあり、そういった苗を園芸店で安価で買うことができる。地上部の様が風変わりで栽培に手間がかからず、挿し木で簡単に増えるので今日でも愛好家は多い。ただし、園芸対象としての本種は流通上俗名に、由来するオロスタキスの名で一括りにして、 種、変種、品種、産地などの違いを園芸品種のような属性として扱っているので、オロスタキスの名で買い求めた。それが、同族別種のイワレンゲや、その他の別種であることがままある。チャボツメレンゲや、キバナツメレンゲなども別種である。しかし一方で、多数のシノニムが見られることからもわかるように、本種の分類学上での位置づけがかなり混乱している。事実もある。 岡山県倉敷市の美観地区など、地方の古民家の連なる町では、瓦屋根の隙間から下水を伸ばす本種をよく見かける。見せ場ヤ同様、ヨーロッパへはシーボルトにより紹介された。江戸産布土城の檻、友で採集した、最も古い標本が現存している。見せ場ヤなど他の弁慶草加植物同様、栽培は、比較的容易である。サボテン用の用土を用い、 日当たりの良い場所に置く。寒水は控えめにして、夏場は風通しの良い場所に置く。日陰に置いたり、水をやりすぎると根腐れを起こす。増殖も挿し木で容易にできる。近縁の岩レンゲと共に、朝鮮半島や中国では河原松が使用のなで火水が漢方薬として服用される。清熱下毒作用があり、腫れを取る効果があるとされる。 民間薬としても胃腸薬に使用される。ただし、日本では薬用として処方されることはあまりない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。